大串貝塚。大串貝塚大串貝塚触れ合い公園水戸市埋蔵文化センター大串貝塚は日本の茨城県水戸市塩崎町1064の一に所在する縄文時代前期の貝塚である。日立国風土器に巨人伝説の地、大串の丘として言及されており、これは縄文時代の貝塚が古文献に記された最古の例として知られる。 遺跡の平坦部分は作平されているが、斜面の階層部分は1970年5月11日付で、国の史跡に指定されており、大串貝塚触れあい公園として整備されている。北関東東端部、太平洋に注ぐ中川下流岩に所在する。中川の支流で、地域を投流して、太平洋へ注ぐ日沼川は、縄文時代前期には、川口から、 日沼方面へ向かって、入江城に広がっていたと推測されており、本海塚はその北岸標高25.6メートルの中台地の突端に位置する。日沼川を挟んで対岸の磯浜地区には、草加が塚古墳や、磯浜車塚古墳などからなる、磯浜古墳群が分布する。またこれらの古墳と、大串海塚の中間には、立令性の交通拠点、 大津駅下があり、イニシエより、水上交通の要所であったと推測されている。大串貝塚は、塩が、先き貝塚とも、大串旧貝塚とも呼ばれていたことがあって、学会に知られるようになったのは、1885年の頃からである。その後も小規模な発掘はあるが、遺跡全体を対象とする調査は行われていない。1936年、田沢金吾。 大場岩浦により調査された。1943年の発掘調査では、大和しじみ、マしじみ、はまぐり、あさり、かき、あわび、さざえなど、出土した、貝類は、炭水産と海産が混在しているから、入江城地形に川が流入するような土地に、望んでいたと考えられている。戦後は1950年日本考古研究所の、酒爪中男。 広瀬英一らが調査し、縄文時代前期の花石仮葬式土器が出土する、海塚であることが明らかにされた。花石仮葬式と、関山式に属する土器が出土した。1985年の発掘で石族貝は海人、ヤス、釣り針などの骨格器や海類、鈴木大夫具などの魚類、イノシシシカなどの重骨が検出されている。 奈良時代に成立した、日立国風土記のうち、日立国の長軍について記された、長略記には、平津駅下の西方にある。今は、大市の丘と呼んでいる丘には、大昔、長大な人がいたのだという胸の記述があり、この、長大な人は、近現代の民族学をして、日本の巨人の代表的存在である、大ダラぼっちの特に注目すべき一例であると、みなされている。 平津駅下場には、長大な人は、丘にいながら、海浜に手を伸ばして、大浜栗を掘り起こし食べていた。食べ残しの貝殻が積もりに積もって、丘になった。大昔の人はこの丘を、大宮と呼んでいたが、それがなまって、今では、大串の丘と呼んでいるなどといった胸の記述があり、近現代の学術的知見は、この大串の丘の否定地として、大串貝塚を挙げている。 小説家、松本聖長は、1970年、大市の丘の巨人伝説を財に取った、推理小説、巨人の磯を発表している。ありがとうございます。